はい今回は蓮舫さんについて思うことをお話していきます朝日新聞記者の許せない発言とですね蓮舫さんを叩く人間の正体この内容を考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします僕はですね東京都知事選の前からずっと蓮舫さんを応援しており ね、選挙で結果、3位になった、まあ、ズルをされた可能性が高いですが、それでもですね蓮舫さん、応援してます、リスナーさんもそういった方が多くいらっしゃると思うので、僕らからすればですね非常に悔しい、許せないその状況なわけですよ、その中において蓮舫さんがですねひたすらこう悪く言われてるって、おかしいじゃないかって、そういったことを思うので、この件について声を上げていこうと思います、今回もよろしくお願いいたします。あの僕はでででですすねね蓮舫さんん応援してるのの当たり前ですが悪いいことなど全く言いませんので、ね 明らかにおかしいじゃないかっていうことをほとんどこのように言う人がいないんですよまあ、いるのかもしれないんですがまあ、少ないのでねまあ僕にお伝えできる限りということでお話していきますで、えー、以前にもお伝えしましたが蓮舫さんがですね東京都知事選で負けたのは共産党は関係ないんですよ蓮舫さんと共産党はものすごく頑張っていたんですね、うん、蓮舫さんが都知事選で負けたのはまず一つ立憲民主党が応援に回らなかったからですそれが大きな原因です 立憲民主党の泉健太とか、あるいはです、ね、執行部とか、あでそういった者たちが、もともとは、今は蓮舫さんを離党してるということですが、もともとは立憲民主党に、えー、いたわけじゃないですか。その方をなぜ応援しないのかっていう、その最大の疑問が残る。そして、えー、立憲民主党の背後にいる連合予習の友子がですね、えー、共産党の色が強いから、言ってることがわけわかりません。どうかしてます。おかしいとしか思えない。プラス、えー、このことをほとんど言いませんが、 このような話をして選挙のズズルルででですね東京都知事選で票ををからないいいよううににししたた可能性が非常に高いんでそういったことを隠している選挙ズルに気づかれないようなために、ね、この東京都知事選の後にさまざまなこういったことをでたらめを言い続けていると僕はそういうふうに思っています。でこれは皆さん思ってらっしゃる方と思ってらっしゃらない方がいるかもしれないんですが僕はこのように認識しているっていう、まあ、僕の認識解釈なんですが蓮舫さんを叩く人間の正体っていうのを僕は考えたことがあるんですね。 あの何かしらの理由で,です、ねえー、自民、えー、維新に、えー、その関係している人間である可能性もありますが、知らずにです、ねえー、世論に誘導されてそ、そういうことを言っている、まあ、同じ絵であると思います、どういうことかっていうと、蓮舫さんを叩く人間っていうのは、野党を叩く、つまり自民、公明、維新の味方、あ最低な人間たちだ、僕たち、日本国民の味方とは思えない、でそういったあ例えば人間というのは、何も分かってないか、何も考えてない。 なぜかというと、たやある時には自民党が嫌だという、たやある時には蓮舫さんを叩く、うん、矛盾してるって気づいてるか、自分で。自分の言ってることは矛盾してんだぞ。自民党をを否定しながら蓮舫さんを叩くってそういういことだ。僕は野党ね、えー、令和とかを応援してるっていうのもあ,ありますけど、そういうこともあって考えれば、蓮舫さんを叩くはずなんてないんだよ。理由がないんだよ。 だから、蓮舫さんを否定する人間というのは自民党応援団、ないしは維新の応援団だと僕は認識しております。最低な人間たちだと思います。それを知らずにですね、えー、一緒になって叩くのもそうですよ。考えろよ。選挙の話してんだから。政治の話してんだから。何も考えずに、やみくもに蓮舫さんを叩く。うん、どうかしてる。僕はずっと思ってます。で 例えば今度はこういうことを言う人もいるんですがこれもおかしいんですよね蓮舫さんの東京都知事選の陣営がどうのこうのとかって言うんですが蓮舫さんの陣営もね小池百合子の陣営も石丸の陣営もさほど大差ないと僕は思いますよっていうか3位になってるって言うのかもしれませんけど僕は蓮舫さんの陣営っていうのはとても良かったと思いますどういうことが良かった戦略戦術そういうこともあるのかもしれませんが 共産党の方たちが蓮舫さんを全面的に応援してね、都民の心に届く言葉を残してたじゃないですか。選挙って言ったって政治家がですね、都民に語りかけるその言葉なわけですよ。それが通じてるか否かっていうことで一番通じてたでしょ、蓮舫さんの陣営が。小池百合子の陣営、石丸慎二の陣営なんて続いてないのもいいところじゃないですか。でですね、まあ皆さんの中にはいらっしゃらないと思うんですが、こういうなんかね、 分かったようなことを言う、わからないやつっていうのがいるんですよ。こういうことを言ってる今から言うことを言ってるやつは何もわかってませんからあ、全く分かってない。例えばこういうことを言うんですよ。選挙の票を読むとかね、えー、選挙では不動票がどうのこうのとか、なんかね、不動票とかいう言葉を使うじゃないですか。ひ票を読むとかっていうでしょ。もっともらしいようなことを聞こえるじゃないですか。全く間違ってますからね。理由はすごく簡単なんですよ。皆さんも思ってらっしゃると思いますし、僕も思いますが、 蓮舫さんの東京都知事選の直前の街頭演説どうなっていたのか東京都民が真剣なまなざしで蓮舫さんの話を聞いていたわけですよね蓮舫さんも東京都民に真剣に語りかけていたわけですよね東京都民の票が蓮舫さんに集まったことは明らかじゃないですかその票どこ行ったんだよ選挙のテクニックとかそんな話じゃないんだよずるしてるからね蓮舫さんが東京都民のことを思って 都民のための政治を考えて、それを街頭で話していた。都民はそのことを聞いていた。蓮舫さんに、ね、投票しよう。そう思っていた人が多くいるわけですよ。それを邪魔していたのがマスコミだ。マスコミ、テレビ、ねえー、そういったもの、あるいは SNS にも、えー、混じっている、その意味のわからない工作をしている人間たちだ。で 石丸新二のところは何かしらいい動きを見せてどうのこうの、ね、若い人たちなんか意識高い系どうのこうのとかって言うけど多分そんなことは僕はないと思ってますこの大量票を、ね、石丸が獲得したっていうけどそれもどうかなと僕は疑問です 若い人の中の一部、石丸に踊らされた人はいるかもしれませんが、若い人の中でも生活が厳しい人がいます。で、蓮舫さんの街頭演説を見ている,いいるとですね、若い方たちもいました。その方たちは蓮舫さんに票を投じたんじゃないんですか僕はそう思いますよ。石丸のところ、小池のところっていうのは、東丸せんべいの動員です。組織票が流れていってるだけ。東京都民はどこに出た 蓮舫さんに入れた、あるいは他の人たちに入れたんじゃないですか他にもいましたよね出てた人たち。そういった人たちのところに票が分かれていったと思いますよ。ただそういったことを明かさないんですよね。うん。だから、蓮舫さんを否定するのもおかしいし、蓮舫さんの選挙戦術がどうとか、選挙に関してなんか、ね、どうのこうの、ピチクパチク言ってますけど、そんなことじゃないんですよ。 東丸とせんべいの力が裏で働いた組織票が動いたそれだけ小池よりこと石丸信二の東丸の票が動いたそれだけ東京都民は蓮舫さんを支持していた人が多かったはずですよ僕は少なくとも調べていてそう思いましたよで他にもいろんな人いますよね内海悟さんとか今空茜さんとかそういった方たちに票が流れたんじゃないんですかしかしそういったことは全く言わないんですよねうんで、えー、非常に単純なんですよ あの石丸信二を一回横に置いといて話がこじれるんでこういった構造ですよね蓮舫さんを必要以上に叩くしかし小池百合子はあ一切叩かれない、うん、この構造で分かりませんか小池百合子に批判の目が向かないようにしてるってそれだけですよカイロ大学の学歴詐称の件もそう8年間で公約を一つも実行しなかった件もそう プロジェクションマッピングって、デンマルと利権まみれの政治もそう、神宮外苑再開発、三井不動産との利権まみれ、そういったところ全然触れないだろそれに触れさせたくないんだよ。マスコミの捜査だよ。そしてそれを分かられたくないから、蓮舫さんを叩くことにすれば、何も考えない人間も一緒になって叩くだろそれに気づけって話だよ。テレビに出てくる御用コメンテーター、御用芸人はその役割を担ってるからね。東国原秀夫とか。うん。 レンちゃんとかね、言って、レンホンさんと友達でもないっていうことを、レンホンさん本人があねし、指摘してるわけじゃない。デーブ・スペクターっているでしょあ c m a の人間だからね。東国原秀夫とか、デーブ・スペクターの背後には c m a <MA>、えー、デンマル、うん、トウマル、そういったものが流れている。そういったものの影響を受けている。そういうふうに僕は思ってます。多分皆さんもそう思っている方が多いんじゃないかと思います。で、この連合の吉野智子っていうのは話になりませんので、ね、もうどうしようもないんですよ。 共産党が応援したからとかって共産党が応援したから本当は蓮舫さんはもっともっと票が伸びていたはずなんだよ。にもかかわらず蓮舫吉野智子は何を言ったのかっていうと共産党と一緒にいたから票が逃げたうん。間違ってるからいい加減にしろよ本当に意味が分かんねえから言ってることが。でマスコミはこの何か知りませんけど吉野智子の発言を持ち上げるんですがもうどうかしてますよはっきり言って。 東京都民は蓮舫さんと蓮舫さんの応援に回っていた共産党の方たちを非常に高く評価して支持していたんですよ。で、それを知られたくないから、またこういったことを隠すためにデタらめ、吉野智子がどうのこうのとかね、共産党がなんとかかんとかって、共産党っていう名前を、ね、出すと、それだけで毛嫌,嫌いする人間がいますから、そういった人間っていうのも、まるっきり何も中身、本当のことを考えていません。話になりません。 で今回、このあの話題に出る朝日新聞の記者のこの紺野忍っていうんですがえ、この人間っていうのは明らかに言ってることがおかしいんです。一言、ピンポイントでおかしいことがあるんで、そこを詰めます。この一言で終わりです。うん、言ってることがおかしいからな、政治の記者とか何か言ってんのか知らねえけど、うん、何考えてんだこの紺野忍っていうのは何を言ったのかっていうと、蓮舫さんに対して、共産党とべったりえ、それが事実だろうとかっていうことを言ったんですよ。 いやいやいや、一つ言うからな。うん。共産党とべったりするの当たり前だろ何言ってんだよ。当たり前なんだよ、そんなことは。立憲民主党、令和、社民、共産党がまとまって一つの塊を成して野党共闘から政権交代を目指すんだよ。うん。何その悪意に満ちた共産党とべったりとかって。うん。当たり前の話だよ。もう一回言いますよ。 立憲民主党、令和、社民、共産党は一つのまとまりとなって、野党、共闘から政権交代を目指す。うん、当たり前じゃん。何が共産党とべったりとか言ってんの言ってる意味が分かんねえけど、当たり前のことだけど。で、それをさせないようにしてんのが、連合、吉野智子、あとこの知りませんけど、この紺野忍っていう、この変な、わけのわかんない朝日新聞の記者だろ。だから蓮舫さんがこのことについて怒ってんじゃないの 蓮舫さんが終わらせませんとかって言って、またそのことも炎上してるけど、まあそれに関しては別に僕は蓮舫さん応援してるしね、うん、まあどういったことかわからないところもあるから、うん、それは何も言わないけどさああ、この朝日新聞の記者っていうのは共産党とべったり、当たり前だ。立憲、令和、社民、共産で野党、共闘からの政権交代を目指すんだよ。自民、公明の腐敗政治を変えるために、国民のために、その今段階に来てるんで、それを邪魔することを言ってるわけだよ。話になりませんね。で、この、 今野忍って朝日新聞の記者をですね蓮舫さんに謝罪しないんですよねなんか謝罪文を出したんですが抽象的で誰に謝ってるのかわからないし話になりませんだからおそらくこの朝日新聞の記者の背後にも C‐A あるいはですね東丸、えー、その政府側の何か息がかかってるんじゃないかと僕は思うんですがもう本当に話にならない、えー、蓮舫さんのことだけを批判してねうんどうかしてますよマジで皆さんもそう思ってらっしゃると思いますが であの蓮舫さんがですね、えーこ、ここからちょっと最後に、僕は先ほどお話ししましたが、蓮舫さんを応援してるんで、本当に素晴らしい方だなと思って、ちょっとね、えー、涙したあの話がありますので、ちょっとその話をここから最後にしていこうと思います。蓮舫さんはですね、えー、ご自身、ご本人が例えば何かを言われるということに関しては、 まあ多少は受け流すすっっってていいうようよよなことをおっしゃっていたんですよ何かのライブか何かで蓮舫さんご本人がおっしゃっていたんですがしかし蓮舫さんはここ最近 SNS で反論されてますよねなぜかっていう話をご本人がされていたんですがあの蓮舫だから叩いてもいいっていう空気が出てくるのはまず厳しい本当にそうですでそういったものを放置しておくと次の人たちにもそういうね叩いてもいいっていう空気が ああ出てしまうとよくないからっていうことで、えー、声を上げてらっしゃるとご本人がおっしゃってました蓮舫さんってとても他人思いじゃないですか自分のことだけだったら無視してればいいっていうことがあってもねえー、次の方のことを考えて声を上げてるっていうことですだから蓮舫さんが黙ってる無視してるとですねそのまま好き勝手言われるわけですよこの東国原秀夫ってね友達でもないのに蓮、えー、ちゃんとかって言ったりわけわかんないじゃないですか,かどうかしてるんですよ本当にこういうこと言ってるやつらって 蓮舫さんを根拠なくディスってるやつらってねあの多分皆さん思ってるでしょうし僕も思ってるんですが蓮舫さんっていうのは東京都知事選で東京都民のための政策を必死に頑張って考えてくださってたわけですよ例えば水道の問題であったり食べ物に、ねえー、困る都民がいることであったり小池百合子の神宮外苑再開発の,、ね、その利権どん,どん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 木を切ることだったりそういったものっていうのは都民にとって良くないですよねって。 都民がね過ごしやすい東京になるためにってそういうことを掲げていてそれで頑張っていた蓮舫さんが負けること自体まずおかしいし都民の民の意に全くね反してることなわけですよで、えー、その蓮舫さんがねまあ、ズルしてるんで、えー、サインになってますけどその蓮舫さんに対して悪口を言うとか批判を浴びせるってどうかしてるだろう普通に考えて。 だからあの、真面目に僕思いますけど、日本が良くなったらいいとかってね、そういったことを言う人がいますが、日本が良くなったらいいって言いながら、日本が良くならない行動をしてんだよ。日本のことを考えて、例えば蓮舫さんとかね、共産党の方たちだってそうですよ、小池晃さんとかね、うん、あの応援に入って真剣に、えー、話されてるわけじゃないですか、その方たちに対して、ね、蓮舫さんを否定したり、共産党を否定したり、わけわかりませんよ、僕。僕は東京都知事さんの時は、ずっとこれ、あの内容を調べてたんで。 でずっと僕は蓮舫さんん応援してたんですよで別にあの3位になろうが何だろうがねまあずるだと思ってるし小池合子のリコールからねひっくり返してもらえたと,と思ってるんで僕は諦めてませんからだからあの蓮舫さんがですね政治家をされるかどうかわからないっていう話があるんでそれに関しては分からないですけれども 蓮舫さんっていうのは今東京都知事選でそのね3位になったということで当然ご本人ですねこうダメージを受けているところが多いと思うんで休んでいただいてでまたあの政治家として僕頑張ってほしいと心の底が願ってますよ東京都知事選で都民のことを考えていた人が負けるおかしいでしょ普通に考えて誰がどう考えたっておかしいと思うんですけど東京都民のことを考える人が3位になったあ納得がいきません本当に悔しいの一言です で僕もリスナー様も同じことを思っている方がいらっしゃると思うんですね。だから蓮舫さんのように東京都民とか日本国民のことを考えてくださる政治家っていうのはこの日本には必要なんですよ。少なからずね、小池百合子とか石丸信二とか大企業とか利権政治をしている人間なんていらねえってことだよ。都民のためにならねえんだから、国民のためにならねえんだから。 でその頑張っている蓮舫さんを、ね、国民があまとまって一定数否定してる、どうかしてるね、僕ずっとどうかしてると思ってるんで、一人でも多くの方に、えー、この声が届けばと思いまして、今回こちらの件についてお伝えいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございまます。す。今回はこわります失礼いたします。